はいどうも、こんちゃくれいです。というわけで、今回は、無課金アカウント企画やっていきたいと思います。いやーもうね、今日は勝負でございます。この無課金アカウント企画、グランドオープンと同時に開始した企画なんですが、そこから約3ヶ月が経過いたしました。そしてこの無課金アカウントは、グランドオープンから、引いたガチャはここまでたったの20連のみ。日々のイベントをね、しっかりコツコツとこなして、少しずつオーダーを強化してまいりました。そして今、右上を見ていただければわかる通り、エナジーが2831個溜まっております。このエナジーも見ていただければわかる通り、こちら、はい、2831エナジーすべて無償で貯めております。そのすべてはですね、なんといってもやっぱりこちら、このエキサイティングプレイヤー、この登場をずっと待ち望んでおりました。まあやっぱりこのエキサイティングプレイヤーというのは何度も動画の中でお話をしてきましたが、こちらですね。はい、やっぱり自分の好きな選手60連目の部分で必ず手に入れることができる、ここが本当にね非常に大きいポイントだと思っております。そしてそこももちろん熱いんですが、なんといってもやっぱり登場している選手がですね、非常に素晴らしい選手がたくさんいるというところ、そしてその60連目以外にもですね、もちろんこのエキサイティングプレイヤーの選手が獲得することができるチャンスがたくさんあるというところが、やっぱり魅力的なポイントになっているかなと思います。なので今僕と同じようにね、このタイミングまでエナジーを貯めてきたという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、まずはねちょっと今現状の僕の無課金オーダーから見ていただきたいと思います。はい、まあそこまで動画の期間が無課金アカウント自体は空いていないと思います。この間スランク契約書を2枚開封する動画もアップしたので、まあそこまで期間は空いていないと思うんですが、今現状こんな感じで 59,796 というチームスピリッツになっています。で、先日手に入れた田畑選手の育成が今レベル34というところまで来ているんですが、まあこの辺の育成が終われば間違いなく6万が確実に見えたというところでございました。ただまあ今ちょっと辛かったところとしては、やっぱりこの状況で S ランクがねかなり被ってしまっているところですね。はい、まあ、先日の動画でね取り上げましたが、ロメロ選手がなんと3枚あったりとか、あとは陽大館選手がこの間1枚被ってしまったりとかというところで、まあ今まだ15枚しか S ランクがないのにもかかわらず、まあ、被りがかなり出てしまっているというところでございます。まあそんなねちょっと辛い状況をこのエキサイティングプレイヤーで打破したいなというところなんですが、まあこれを見ていただければわかる通り、今現状未所持のポジションがですね、野手でいうとキャッチャー、ファースト、サード、レフトというところが未所持になっています。とは言ってもまだベンチ枠に A ランクの選手が2人入っていることを考えれば、まあ正直野手は誰が来ても OK レベルかなというふうには思っています。ただまあ強いて言うなら、やっぱりポジションかぶりはねできる限り避けたい。特にライトの選手がね今どうしても僕のアカウントは偏っている状況になっています。ファーストで無理やり使ってる平沢選手もメインはライトですし、まあこのロメロ選手もそうですし、あとはこの陽大館選手も本当はライトというところを考えていくと、かなりライトが偏っている。あとはセカンドの選手もね、福田選手と渡辺選手というところで被ってしまっているので、まあちょっとそこも避けたいかなというところで、まあいろいろとね優先順位は変わってくるんですが、今回エキサイティングプレイヤーで登場している第1弾で登場している選手で被りの選手というのは、まあ投手野手ともに存在しないので、まあそこはね非常にいいんじゃないかなと思っています。通常のシリーズ1を持っているのにエキサイティングが当たってしまったっていうパターンにはならないので、まあそこは非常に大きいと思っています。ただですね、逆に第2弾に関しては、まあ先日ねラインナップ確定しましたってお話もしましたけれども、こう見るとライトの選手がね、多かったりとか、あとは目玉になるであろう千賀選手、この通常シリーズ1のものをね、確保してますので、まあそうやって考えると個人的にはこの無課金アカウントは第1弾に頑張った方がいいんじゃないかなというふうに思っております。逆にメインアカウントの方は第2弾の方ちょっと頑張ろうかななんていう話をね昨日の動画でしたと思うんですが、まあ、ちょっとこの無課金アカウントに関してはとりあえず第1弾はね全力でやっていきたいなと思っております。はいはい、というわけでございまして、ここからね勝負のガチャやっていきたいと思うんですが、まず無課金的欲しいランキング一応発表しておきたいと思います。まあせっかくガチャ回すのであれば狙いをしっかり明確にしておきたいかなというところなんですが、はい、こんな感じでございます。もう見ていただければわかる通り、あれこれ昨日も見たぞと、昨日見た光景と全く一緒だぞと思った方もたくさんいると思うんですが、はい、そうですね、第1位から第3位までメインと全く一緒の順位付けになっております。まあもちろん無課金アカウントに関してはオーダーに入る選手が大半なので、まあここに入れてない選手ももちろん欲しい選手と言えるんですが、まあトップ3を決めるなら結局このランキングになるのかなというふうに思っております。なのでまあこのランキングの中からそうだな、まあ3人取れたらもちろん理想なんですが、2人はね取れたら嬉しいなというふうに思っております。ということでございまして、もう早速ガチャ回していきましょう。まずはエキサイティングプレイヤー登場記念プレゼントスカウト、ここを回したいと思います。まあメインアカウントの方はね登場したその日に即爆速で引いてね、こちらソフトバンク柳田選手を引くことができたという素晴らしい結果だったんですが、果たしてこの無課金アカウントはどうなるでしょうか。じゃあ行きましょう。無課金アカウントエキサイティングプレイヤー登場記念プレゼントスカウト、いや頼む。メインアカウントは残念ながら S ランクエキサイティングプレイヤーただ確定の1枚のみという結果だったんですが、無課金アカウントにとっては本当にこの無料ガチャもね非常に大きなガチャになるので、確定以外ぜひ出てほしい。もうエキサイティングプレイヤーとは言わないので、もう贅沢言わないから S ランク2枚引きたいですね。さあ行きましょう、無料ガチャ一発目。
お願いします。さあ頼め、調子くんしっかり頑張ってくれ。行きましょう、無料ガチャ1枚目。おお、びっくりした、エノキラ選手ありがとうございます。まあこれは大きいですね。エノキラ選手も今回エキサイティング第1弾で登場してますが、もし仮にね手に入れることができればこれで超1は確定いたしました。オッケーオッケー、これ大きいですね。さあこの調子で A ランクでもいいよ、全然無料ガチャ A ランクでも全然嬉しいから。さあ確定以外来ないかな、いやー来ないか。ということでまあ確定以外はね無料10連では手に入れることはできませんでしたが、この確定はかなり重要です。いきましょう、エキサイティングプレイヤー無課金アカウントにとっての1枚目、誰が出るかお願いします。よいしょ、おー阪神糸井選手ありがとうございます。いやまあこれはめちゃくちゃ嬉しいです。まあこの第1弾のね評価動画の中で特 A という評価にさせていただいたぐらいめちゃくちゃ強い選手なんですが、ただまたライトなんだよなーまたライトなんだよなーっていうところがちょっと僕の中では今辛いなって思ったところだったんですが、まあでもこれは喜ぶべき結果かなと思います。いやまあ本当に素晴らしい能力なんでね。そしてここもあとは確かねその能力解説の中でも言ったと思うんですけど、この糸井選手は TS で出る可能性もあるので、まあ、もしそこでね A ランク自チーム TS 契約書なんかが獲得するチャンスがあれば、まあ、そこで糸井選手の A ランクなんかもね終えるかなというふうには思っています。はい、ということでございまして、まあ無料10連はいいんですよ。無料はねもう無料でいただけるだけ本当にありがたいということで誰が出ても OK だったんですが、ここからですねエキサイティングプレイヤーセレクションガチャ回していきたいと思います。で今ね2831エナジーあるんですが、がっつり60連1500エナジーぶち込んでいきたいと思います。まあ今現状僕の頭の中では60連目はやっぱり柳田選手を取ろうかなという頭になっておりますが、まあその柳田選手をもし仮に途中で引くことができればまたそこもね変わってくると思いますので、じゃあ行きましょう、まずは10連目お願いします。さあこの無課金アカウントにとって久々のエナジーを使うガチャ動画でございます。行きましょう、さあ10連目いやもう本当にこの課金アカウントはどこででもいいから確定以外で本当にスランクが欲しい。全然別にエキサイティングじゃなくても OK です。さあただまあでも引くならねせっかくならやっぱり、おお10連目来た、まあ、ただせっかくならやっぱりエキサイティング欲しいですからね。ということで 50%、 さあ10連目どこで来るか頼む、いいよ幸先はいい。さあ最後かな、最後ですね。さあ10連目ラスト、いきなり来た10連目確定、行きましょう、お願いします。よいしょ、おーロッテレアード選手、いやこれはまさかではありましたがめっちゃ嬉しい。エキサイティングの 50% は引けませんでしたが、今まだ持っていなかったサードの選手、これは大きい。むしろメインアカウントでもねこのレアード選手欲しくて引けてないんですが、いやこの無課金アカウントに来てくれるとは嬉しい、ありがとうございます。 OK、 いやいいスタート、いいスタートよ、この調子でいこう。20連目さあもう今回は贅沢言わせてください、もう20連目も S 来て頼む。さあ行こう行こう行こう、いや本当にねちょっと最近ガチャ運がやっと上向いてきてる気がしてるんですよね、最近ガチャ運がやっと上向いてきてる気がしてるんですよね。はい、まあね調子に乗るとすぐこういうことになるんですが、20連目は確定数出ず、まあただ本当に最近ねこの同じコナミさんのゲームで言ってもウイレアプリもねこの間ツイッターに動画を上げたんですけどめちゃくちゃいい引きしまして、いや最近本当にねガチャ運が良すぎて怖い。おー20連目確定 A ランク神里選手ありがとうございます。まあ神里選手の A ランクもこの無課金アカウントはね1枚も持っていなかったのでまあ嬉しいかなというところでございます。 OK、 まあ無課金アカウント的には神里選手も全然 OK なんですが、そうなるとねちょっと確定で柳田選手を取りづらくなってきますよねセンターという点でね。はい、まあそんなところでございまして30連目いきましょう。ここもねかなり重要です、エキサイティングプレイヤー1人確定お願いします。30連目さあいきましょう、お願いします。1枚とは言わず2枚来てくれ、さっきは 50% 勝てなかったけどどっかで 50% 1回は勝ちたいな。さあ30連目お願いします。さあさあさあ A ランクのエキサイティングプレイヤー選手もマジで集めておきたいんでね、取りたいところではある。ただ第1弾は結構 A ランク比較的持ってる選手が多いんですよね。お阪神西選手、全然エキサイティングではないですが OK、 これは嬉しいですね。さあ30連目確定、誰が出るか、とりあえず一番の願いは糸井選手が被らないこと、それ以外だったら全然 OK です、頼むよ本当に。糸井選手の被りだけはちょっと勘弁、いきます。30連目確定、よいしょ、おお巨人小林選手、まあこれは全然 OK ですね。はい、まあ、トップ3のランキングに入れなかったんですが未所持のポジションキャッチャーをここで固めることができました。いやこれは大きい、まあ、今回ステータス的にはやっぱり打力の部分がね
打撃3ステの部分がちょっと見劣りするかなっていうところであるんですけど、まあ今僕の現状のチームで考えていけばこれはもうめちゃくちゃ大きな補強になったと言えるんじゃないかなと思います。まあキャッチャーの S ランクってね、まあ今後多分また当たっていくポジションだとは思うんですが、まあ今現状まだ誰も手に入れられてなくて、かつこの小林選手を A ランクしっかり所持しております。小林選手1枚だけかな、うん、まあ多分1枚、あ、2枚あるわ。小林選手のレベル1がもう1枚あったので、いや、やった、超2じゃん。え、めっちゃ嬉しい。これはめちゃくちゃ大きな補強になりましたね。はい、いや、よかったよかった。まあちょっと育成はまた大変になりますが、この辺しっかりね育成していきたいなと思います。お、いいよ、ここまでの流れかなりいい。よし、じゃあ40連目いきましょう。いや、頼む。柳田、則本、ビシエド、この3名を1枚は手に入れたい。いきましょう。さあ40連目、確定来てくれ。40、50どっちかで確定をせめて出したい。おー、きたー、40連目確定。さあ、あとは 50% 勝負。エキサイティング、どうせならやっぱりエキサイティング欲しいです。さっきは 50% 勝てなかったけど、3枚目、おー、 DeNA 梶谷選手、またライト、またライトかー。なんなんだろうなー、このライトの当たり率。いや、やばくないですか、おかしいよね。いやー、ライトアカウントなんだなー。いやー、まあこの梶谷選手、個人的にもめちゃくちゃ好きな選手ですし、この間ね、高木豊さんとのコラボの動画の中でもいろいろとお話に上がった選手の一人なんですが、いやー、まあ本当にね、この梶谷選手、またね、一軍で輝いてほしいなと思っております。復活してほしいですね。ただまあもう一枚出る可能性はある。どっかで、もう一回来てくれ。頼む。頼む。頼む。ラスト。いやー、来ないか。はい、ということで、まあ、40連目、S ランクは引けたんですが、50% は引けず、いいですね。まあ、いいでしょう。梶谷選手、ありがとうございます。OK! さあ、ということで、確定がないところは、ラストになりました。50連目、行きたいと思います。頼む、もう一回、もう一回確定見せてくれ。行きましょう。50連目、お願いします。奇跡をもう一度、お願いします。まあ、そうそう簡単にね、S ランクってポンポン引けるもんではないんですけど、このためだけに、エナジー貯めて頑張ってきたんで、なんとかもう一枚、頼む。いやー、来ないかー。まあ厳しいですね、なかなかね。まあさすがにというところでありますが、ただまだワンチャンはある。おお、小林選手のAランク、これは嬉しい。これでなんと小林選手超3が確定いたしました。多分今の僕のオーダーの中で限界突破が一番進む選手になりますね。はい、ありがとうございます。やったー、これは嬉しい。さあラスト、お、広島菊池選手。まあ、エキサイティング対象選手ではないんですが、まあ、これはいい引きかなと思います。OK。この菊池選手のグラブ塗装の写真めっちゃかっこいいですよね。はい、ありがとうございます。まあ、50連目 S は引けなかったですが、まあ、限界突破ができる A ランク小林選手が引いたので OK かなと思います。ということで、結局60連目まで、まあ、欲しいランキングトップ3の選手は引くことができなかったんですが、いや、ちょっとな、ここまでの引きでかなりまた状況は変わってきたんですが、まあでもこの第1弾はやっぱギータだよな。ギータを確定で取れるっていうのはめちゃくちゃ熱いですよね。この柳田選手は、まあ、A ランク0枚だったらちょっと悩むところなんですが、柳田選手はね、2枚 A ランクもうすでに持っているんですよね。はい。まあ、ソフトバンクで自チーム A ランク契約書を回す機会もね、何回か確かあったと思うんですけど、その中でこの柳田選手をね、しっかり打ち抜くことができております。で、今開催中のルーレットヒッターで A ランク自チームエキサイティング契約書があるので、まあ、そこで引くことができれば、この柳田選手をレフトに置くこともできるんですよね。守備適正 C あるので、レフトに置く、ないしはまあライトに置くことは多分僕のアカウントではないと思うので、まあ、レフトに置くこともできるというところを考えれば、まあもうここは柳田選手一択かな。はい、ということで、もう僕の心は決まりました。ソフトバンク柳田選手、最後60連目で受け取りに行きたいと思います。ただ、この60連目も途中でまだ出る可能性もあるんでね。行きましょう。もう今回は強欲に行きます。60連目ラスト、お願いします。さあ行きましょう、60連目。お願いします。さあさあさあ、まあ、60連目はね、安心と信頼の確定演出ですが、いや頼むよ本当に。ここまで結果確定以外で S ランク2枚は引けてるんで非常にいい引きなんですが、ただ残念ながら 50% は引けていない。その 50% を最後に打ち抜いていきたい。うおー、びっくりしたけどなー。3枚目大山選手、まあいいでしょう。はい、ありがとうございます。 A ランクも嬉しい。頼む頼む。 2.5% 確定以外、いやー厳しいかということでございまして、まあ結果的にね、確定以外で 2.5% からの 50% というエキサイティング引きはならなかったんですが、いきましょう、ラスト60連目、お願いします。
はい、ということでございまして、無課金アカウントの方もなんとかソフトバンク柳田選手確保することができました。ありがとうございます。まあメインアカウントの方ではね、この柳田選手が2枚も被るというね、まあちょっと贅沢な話で、逆にこの無課金アカウントでは超貴重な自チーム確定枠を柳田選手に使うというね、まあなんとも歯がゆい展開にはねちょっとなってしまったんですが、まあこれはもうね間違いない選択だったと思います。うん、ということで、まあこの柳田選手しっかり育成したいと思います。ありがとうございます。はい、というわけでございまして、今回は無課金アカウント大勝負企画、エキサイティングプレイヤーガチャに1500エナジーぶち込むという企画だったんですけれども、今回の素晴らしいガチャ結果によってついに野手がオール S ランクになりました。いやー、これは嬉しすぎる。いやー、もう今回ね本当に未所持のポジションがうまく、まあ小林選手とレアード選手がね引くことができたのが非常に大きかったかなと思います。そしてその上に柳田選手、伊藤井選手、梶谷選手というね、まあ、本当に素晴らしい外野手の選手をね獲得することができて、まあ見事ベンチワークも含めて野手はオールSランクというところを達成することができました。ただまあ今後の課題としては、まあファーストでね平沢選手を無理やり使っているところとか、あとはまだ全然野手コンボとかに関してはね、全然本当にまだ何とも言えないオーダーになっております。なんか総力型のコンボが地味に出ているぐらいで、まあコンボのところまで正直考える余裕がないというところなので、まあこの後エキサイティング第2弾というところもね間違いなく来ると思うんですが、まあそこもねどういう作戦でガチャの方を回していくのか、まあはたまた回さないのかっていうところをね、まあいろいろと考えながら、まあこの無課金アカウント企画もね進めていけたらいいかなというふうに思っております。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの無課金アカウント企画面白い、これからも続けてほしいと思っていただける方は、この動画の高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあこの無課金アカウント企画今まで見てなかったよという方もぜひね、この無課金企画に絞った再生リストなんかもしっかり作ってありますので、まあぜひね過去の動画から見ていただければというふうに思います。まあ、エナジーの貯め方とか、また、あ、は逐一ね無課金的にはどうなのかっていう話をねいろいろ動画の中でしてますので、まあぜひね過去の動画なんかも見ていただければというふうに思います。それではまた次回の無課金アカウント企画の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。